今日さ、まず告知した時にデブ多すぎって言われたんだけど、うん、は誰デブ、おいカルベお前いい加減ちょっと、なんでお前ら平均体重上げんなよお前いい加減お前らだよお前らだよお前らだろ丸竹さん以外デブやんってコメント欄でね言われたの今日。いや丸竹ももしかしたら撮ってるかもしれないでしょ。わかんねえだろ。はい、デブデブ説、はい、デブ人狼します。デブ人狼、誰がデブか、はい、デブ人狼です。まずハンバーガーを4つ以上食えるかイエスかノーノーノー、食えるわけないやそんな4つノーですってよ。3つまでやね、食えるわけない。そうだね、3つまでや、3つも、うん、あれこれ松井ちゃんもあれあれあ、うん、デブトークについてこれんの丸だけ。確かに一個じゃ振ってみて今。え、マヨネーズ好き？好き。いやー俺ケチャップのが好き。うわ。うわ。うわ。野菜やんケチャップとか。野菜じゃねえだろ。野菜じゃねえ。トマトやんトマト。うわ。野菜すぎ。やってる。人の混じってるだって。マヨネーズ好きだっけ？おマヨネーズ大好きだよ。あそっか。俺でマヨネーズご飯食べると思う。まあ、いいね、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。相当好きだねそれは。いや、うん、俺卵かけご飯とかにマヨネーズかけたりする。え、美味しい美味しいやん。美味しいよね。味噌汁に入れるよ祭り。あいいね。え？え、ああ全然合う。何でも合うんだから。いや味噌とマヨネーズは死ぬほど合う。そうよそうよ。これ何が？え？え？は？私味噌汁が嫌いだからな。え、じゃ普通にさ、味噌汁ヘルシーだからね。え、これにマヨネーズかけてんのってレベルで惹かれるものとかあるよ。味噌ラーメンは好きなんだけどね。まずチョコレート。何にかけてんの？え、チョコレートにマヨネーズ？うん。え？ちょっとそれはごめん。それはなんかちゃう。それはなんか怖いわ。チョコマヨは、チョコマヨか。チョコマヨ。ダメだった？お気に召さない。いや、そのうん、その味覚を心配するかもしれないそれは。やばいね、うん、まだご飯とかにかけるのは分けるけど、ごめんなんか黙るわちょっと。いいよ、いや続けて。まあでもいい、もういい。でもすごいと思う、そうやってあのこれにマヨネーズかけたら惹かれるだろうなってものがやっぱいっぱいあるから。いちごとか。え、なんか生クリームだと思ってないマヨネーズを。あれはでもさ、いちごって野菜だからさ、キュウリにかけるのと同じ。マヨネーズかけて。何にかける、どこにかける。マスマスマスラーメン、カップヌードルのラーメンにかけたことあります。聞こえねえ、終わってるよこれ。これメインじゃない、これメインだと思うよ。負けとびしらメルマン俺の。ナイスだー、ナイスだー、ナイスだー、ナイスだー。ちょ、マジほんまにうるさい。